こんにちは。こんにちは。整体に国子サンデルです。ということで、今日はちょっと施術をちょっとご紹介したいと思います。で、今日やるのは、このお腹の前側ですね。お腹の前側に、ここに大事なインナーマッスル、大腰筋とか腸骨筋っていうのがありまして、そこが硬いと骨盤が後ろに倒れて猫背になっちゃいますので、そこをちょっと整える、調整する方法についてちょっとやってみたいと思います。でそこの筋肉がですね、今言った筋肉が、ここのお腹のこの辺から、こう、この腿の内側にかけてあります。ここをちょっと柔らかくしていくという方法になります。人によっては少し、痛かったりするんですけども、できるだけ痛みのないように調整しながらやっていきます。特に長い間骨盤が歪んでいる状態が続いた人は硬い傾向にあります。これは特に押しているわけではなくて、筋肉に指を引っ掛けて、引っ掛けた状態でこう伸ばして、ちょっと軽く揺するということをやっています。さらにですね、足がスッと伸びていきます。今日はちょっとお腹の前側の施術についてお伝えしました。